怪談、都市伝説、一コアとジャンル不問のコア談バトル、大コア。その歴史に残る名作コアナを紐解く大コアアーカイブ。こういうふうにね、大コア呼んでいただいて本当にありがとうございますという感じで、毎年こういうふうに呼んでいただくんですけども、やっぱ僕ってどうしてもこうふざけてしまったりとかして、ね、受け狙ってちょっとしょうもない話をしちゃうんですけども、今日せっかく呼んでいただいたん でしかも谷さんの、ね、映画もヒットしてるということもありますんで、やっぱしそのお祝いではないですけども、すごい話を3つ用意したんでバババンといきたいなと思うので、どうぞよろしくお願いします。まあ、僕が話す話っていうのは大体世に出ない話、こういうのを大体メインにしてるんですね。というのも、どうしても僕って、まあ、いろんな人との付き合いもあるので、世に出ない話っていうのがどんどん入ってくるんですよね。これを今日はせっかくなんで、お土産に3つ持って帰ってもらえたらなと思いますんで、よろしくお願いします。まず1つ目なんですけども、まあね、今日は大阪大会ということで、大阪にちなんだ1つ怖い話なんですけども、これは昔したかも分かんないですけども、大阪のとある大通りに面しているマンション、まあ、下が1階のローソンなんで、すぐ推測できるかなと思うんですけども、そこに、まあ、いろんな芸人さんが実は住んでるマンションなんですね、タワーマンションなんですけども、そこの不動産管理を僕の友達がやってるんです。で、そのとある日に女の人がバーって来はって、内覧をしたいんですけどもっていうふうに来はったんですね。で、うちの友達が、まあ、そのあぜひぜひっていう感じで中を見せてあげたんですけども、ガチャンって開けたら、あ、めちゃくちゃ広いですね、で結構広いマンションなんで、バーって見てって、あ、彼氏と住むにはぴったりです、すごいですね、これ綺麗やしっていう感じでニコニコしながら嬉しそうに見てるんですね。で、バーって見た後に、あの景色もいいですね、これ実は屋上も行けるんですよねってその女の人が言うんですよね。実はそこのマンション、僕も何回も行ったことあるんですけども、上にバーベキュースペースがあって、誰でも行ける共用スペースなんですよ、住んでる人がね。そこに連れて行ってほしいっていうふうに女の子が言わはったんで、僕の友達がありますよ、行きますって言われたんで、ぐーっとエレベーターの場所でね、奥に連れて行ったんですよ。なら、その女の子がもうすごい喜んで、わ、めちゃくちゃ広いじゃないですか、大阪も一望できるし、大阪城も見えるじゃないですか、見ててくださいねって言って、タタ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 って走って、僕の目の前、僕の友達の目の前でガーッとこっち見て、ありがとうございましたって、そのまま飛び降り自殺しちゃったんですよね。で、日本に何があったかわからんくって、警察の人からいろいろ話聞いてたら、自殺だと。で、まあ、ポケットからも遺書が出てきた。どんな内容かっていうと、一緒に春から住もうって言ってたのになんで浮気したんっていうね。要はその女の人は彼氏に、裏切られて、死ぬ場所を探しながらも、もともと死ぬつもりでそこのマンションに行って、屋上スペースがあるっていうんで、そこから飛び降りさせちゃったっていうですね。まあ、遺書があるんですけども、遺書の他に実はもう一枚紙が出てきたんですね。その女の人の服のポケットからね、今日特別に僕その友達からもらったんで見せますね。絶対言ったらダメですよ、警察の人もこれね絶対言ったらあかんです。ここにあるんですけどね、見せるの怖いな、バイデンって書いてあるんです。これも怖いですね、こんなところにも不正票が入ってるんですねという話なんですけど、2つ目なんですけどね、京都の京阪電車の八幡駅、あっこって上に野戦病院あるじゃないですか。野戦病院があるから、僕も何回も行ったことあるんですよ。上がその、ね、ビルマ総院っていうなんかその心霊スポットになってるんですけども、そこに実は数年前にニュースになったんですけども、男女4人のうちの1人が回送電車にはねられて亡くなったという話があったんですね。で、実はその生き残りの3人のうちの1人は後輩なんですよ。実名出しましょう、コタムケンっていう田村健二さんのモノマネをする芸人さんで、ガリさん実はあれ僕のことなんですよね、一緒におったメンバーっていうのを。ただニュースになってないことがあるんで、今日ガリさん怖い話好きやと思うから、ぜひ聞いてほしいんですって言って教えてもらったのが、運転手のやつがねバーって探しとったんですって。その車でねわーって入り口、山の入り口を探してたら見つからない、ネットで検索してもどっから上がったらいいかわからんって言ったら、ガードレールの奥に山菜採りをしてるおっさんがおったんですよね。で、俺ちょっと聞いてくるわって車バーンって降りて、タタタタタタって行ってすぐ帰ってきたんですよね。なら、あ、もう帰ってきた、あ、帰ってきた帰ってきた帰ってきた、なんでめっちゃ早いないって、あ、丁寧に地図までくれてさ、地図もらったんです。で地図まで書いてくれたんじゃ、そうじゃなくって、おっさんがもともと地図、手書きの地図を持っててこっちに渡してきたって言うんですよ。あ、何なんやろうねって、まあ、でもとりあえずこっちの奥やから行ってみようぜって、バーって車で行ったらね、踏切があって、踏切の奥にその参道があるんで、確かに道合ってるんですよ。僕も行ったことあるんですけどね、その奥ってすごい道が細いので、まあ、運転してた子が、俺ちょっと車通れるかどうか見てくるわって車からバーンって降りて、
だーって言ったら線路の途中でぐっとこっち向いて手振るんですよ。あ、いけるってことなんかなと思って残りの3人ずっと見とったんですけど、全然帰ってこないし、急にズボンを脱ぎ始めたんですよ、手振りながら。で今度パンツも脱ぎ始めてずっとこう払ってるんですよね。何してんねん何してんねんあいつ、何してんねん何してんねんと思ったら紫の霧がブワーッとその彼の足元に巻きついて、よく見たらもう手なんですって。それがグワーってずっと掴んでるんですよね。でもカン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 って踏み切りしまっちゃって、で助けに行かな助けに行かなってバーって言った時にはもうすでにバーって跳ねられてなくなっちゃったんですよね。で怖いのがね、目の前で跳ねられていろんな遺体がまあ飛び散るんですけども、車の中に地図が残ってるんですよ。おじさんからもらったっていうね、今日は特別にその地図今日持ってきてるんですよ。絶対言ったらダメですよ、出すなって言われてるんで小田武にも。これなんですけどね、バイデンって、これバタバタバタバイデンって、怖いですよね。ね、3つ目も似たようなオチなんですけどね、本当に怖い話をしましょう。お遊びはここまでです。まあ、年末になるとね、よくニュースにもなってやるんですよ。大阪で、ご両親が、幼い女の子が行方不明になっちゃったっていうニュースでね、実名は今日は言いませんけど、絶対年末になったらみんなニュースで出るんで、あのご両親の話かっていう話で聞いとってもらったらいいと思うんですけど、その女の子が実は行方不明になって全然見つからない、何十年も見つかってないんですよね。でも実はテレビ局っての報道の人から僕聞いたんで、これ絶対間違いないんですよ。ニュースにならない話、これ絶対報道してはいけないっていう話なんですけど、実は富田林の関西サイクルスポーツセンターに行く途中のガードレールでその女の子の目撃情報がめちゃくちゃあるんですって。で警察にその通報がいて、あの写真でそっくりの子がガードレールの子からブワーって走ってきて、バン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 って扉を叩いて開けたら、私は誰々です、奥に埋められてるんで助けに来てくださいって泣きながらブワーってまたガードレールに戻っていくっていう話が、めちゃくちゃ通報が警察に入ってるらしくって、それをテレビ局の報道のみんなが嗅ぎつけて行ったんですって。行ったけど結局見つからない、見つからなくって張り込んだんですけど、そういう女の子は出てこない。でも警察に言ったら、確かにそういう話はありますけども、警察もその実態を見たことがない、だから警察はもうその通報が来ても行かないことになってるらしいんですね。その女の子が自分でトン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 って言って、ここに埋められてるって言っても行かないんですって。でもずっとほったらかしにされてる状態なんですって。これ本当の話でね。で、あ、そんな話があるんやなっていう話を僕は実は聞いてたんですよ。で僕実は3、4年前に問題起こしたじゃないですか。その時に、まあ、警察の人といろいろ話すことがあって、でももうとりあえず話す時間っていうか、めちゃくちゃ空くんですね。空き時間にガリクソンって怖い話集めてるよなっていう話になって、集めてますよ。ほんなら富田林のその話は知ってるよなっていう話になって、あ、知ってます、それもめちゃくちゃ聞いたことありますし、僕も聞きたいんですって話しとったら、じゃあ本当のことを教えてあげよう、実際そういう通報はあるんですかって言ったら、あるって言って、でもう一つは、あまりにもそういう通報が多いから、もう本当に警察の人は全然対応しない。そしてもう一つ、パトロールするでしょ、パトロールしたら警察無線に声が入るんですって。私は誰誰誰誰です、この奥に埋められてるって言ってもなんで助けてくれないんですか、なんで私を見つけてくれないんですかっていうのを警察無線にガンガン入るらしくって、もう敏感な警察官はもう怖いから、富田林の警察署の人は警察無線をそこ落としていいことになってるんですって。電波乗って入ってくるから。ただその僕の担当しとった刑事さんの人がね、俺見たんやって言うんですよ。何を見たんですかって言ったら、女の子がパパパパパパって走ってきてバン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 叩くんですって。あ、これ噂になってるやつやと思って、まあ、とりあえず2人いるんでね、警察官って絶対2人いるんで、その人が運転してて助手席でバーって開けたら、女の子泣いているんですよ。どうしたんですかって言った、私は誰々誰々です、ずっとずっとメッセージ送ってんのに誰も助けに来てくれない、どうなってるんですか、もう私もずっとずっとこの奥に埋められているって言うらしいんですよね。何回言っても誰も助けに来てくれない、なんでなんですかって言って泣きながらまた奥に入っていくんですよ。ふっと見るとね、車のサイドミラーに紙が引っかかってるんですよ。今日ね、特別ですよ、その紙持ってきてます
絶対言っちゃダメですよ。書いてる文章読み上げますね。バイバイト辞めますって書いてあったんですよね。怖いですね。辞めるときは店長に直接言った方がいいと思います。ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。大コアチャンネル、チャンネル登録をよろしくお願いします。